皆さんこんにちは。こんにちは。はなです。あきらです。今日からレゴフレンズシーズン3を見ます。皆さん、レゴフレンズのシーズン2は見てましたか？そう、カーターと名乗った成り気になりすましたね人がね、逮捕されて終わりましたね。そう、シーズン1、シーズン2見てすごい面白くて、シーズン3も見たいっていう声がすごく多かったんだけど、ついに始まりました。真顔シーズン3、どんなお話だと思う？カーターさんがいなくなって平和だなと思ったら、またアルバ議員が暴れ出すそれでは見てみましょう。私の夢を探してミッション、どういうこと？写真撮る？いやあ、ハードレイクシティに住んでるみんな、今日はお仕事体験会だ。いろんな職業の人の話もたっぷり聞けて、将来の夢がきっときっと見つかるはず。ああ、すまんコンピューターを使う仕事はいろいろあるわ。プログラミング、CG、ゲームもそれに。市役所の仕事はヒゲを選ぶようなもの。ちょびヒゲ、アゴヒゲ、口ヒゲ。要は一人一人に合わせたサービスをするってことなんだよね。僕はスポーツ選手をスカウトする仕事で。あ、失礼、メダリストから電話。世の中にはいろんな仕事があるけど、自分が本当にやりたいことを見つけるのは難しい。どうもありがとう。それでね、おいしいケーキ屋さんがあって。あ、いいじゃん。こっちよ。変わんないんだね。確かに。ミア？あら、あの人この前やった。そうだったっけ？リバーのことなんて全然忘れてた。リバー。そう。え、めっちゃ飛べてる。リバー、こっち。誰？今。リバー誰だったっけ？ここいい？駅。上海に住んでた時に食べた上海ガニは最高だったよ。でもこれは微妙だな。これはこれで美味しいっしょ。ディスったよ。エマのパパお手製だし。エマのお父さんいいね。あれお父さん、よくみんなで食べるの。あ、でもね、たまに大失敗もあるけど。あ、いつまでも一緒に食べたいですね。もちろん大人になって仕事を持っても。でも悩むな、大人になって何するか。おお、それ私の歌の歌詞に使える。簡単じゃない好きなことを好きなようにすればいいだけあ、出たこの香り、はい、体操選手とケーキ屋さん両方。ああ、僕の知り合いに一人いるな、探検家でデザイナーって人。わあ、私の夢は天文学者になって。あ、あれ宇宙人みたいね。はい、オリビアならできそうだわ。有名人になれる。私だって将来は JD みたいな超スーパーアイドルになってみせるっしょ。じゃあプライベートジェットに乗ってパリまでぜひ遊びに来てね。パリ、そこは芸術の街。なんでね。全然違うじゃん。そしてチーズを食べていると。芸術よりもチーズに夢中になりそう。チーズからアイデアが生まれるの。パリ似合いそう。本当？将来が楽しみ。確かに忘れちゃった。すごいな、みんなちゃんと夢がある。私は動物は好きだけど。あ、お父さん。パパはなんで森林警備隊に？
強い気持ちに導かれたのさ。あれは確か…アンガス、中へ。ちょっと待って、悲しくて…悲しくて、金の父さんじゃない。マウンテンライオンの赤ちゃんが車道に迷い込んでる。動物用の道を作ろうとしているけど、まだ間に合ってないんだ。動物用の道？早くライオンを助けて保護しないと。赤ちゃんなんだよ。赤ちゃんライオン、うわ、会いたい会いたい。ライオンカメラを使えば探しやすいはずです。そんなアプリがあるの？ライオンカメラか。猛獣発見なんてちょっとした冗談でした。僕小さい頃アフリカに住んでてさ、ライオンに出くわしたことあったよ。アフリカ上海か。僕たちの車が近づいた途端にガオって。だから僕も言い返したんだ。ガオほわーガオーガオ見ました、行きましょう。え、みんなで行くの？わーい、わーいって。なんかチリチリなってそう。まちまち右です。チリチリ、いやチリチリもなってるよ。ああ、誰か。エボの取り合いやん、これ。頑張れ、頑張れ、ゾウ頑張れ。本当だ、まだ出てきてない。危ないとも。こんな危険な道を、もし赤ちゃんライオンが横切ったとしたら。うわ、信号が消えました。おお、足跡。爪の研ぎ。水を飲みたかったのかも。あっちに湖がある。どうか無事でいてね。ボール作ってるし、確かに。何、取り合いなの？なんだ、エマってモテる。足跡が消えた。きっとこの辺りにいるはずだ。上空からも探します。ゾボお願いします。飛んでみしょ。飛んでみしょ。おー、トンボみたいですよね。続いて赤外線カメラを起動。赤外線？あー、あの人の目に見えない。ゾボ、あ、いました。あー、危ない危ない。あの木は確かあっちだ。うわー、すごい。似たような木がこんなに生えてるのに。ゲンタボ、あ、痛、かわいい。あれだ。あ、イーサのせいだ。あ、うわ、まず。エマ、それ作って。え、わかった。ステファニー、オリビア、何か長いものを用意して。ああ、アンドレアには子守歌を歌ってもらう。僕も手伝う。歌えるの？いや、でもブラジルにいた時に楽器をちょっと。ブラジル？合わないな。アフリカ？上海？歌って。ミャオ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 なんだ。めちゃめちゃかわいい。本当やなんなの。ほい、ナイスキャッチドボミッションタイムです。わライオンの赤ちゃんがいたよね。でその赤ちゃんをお母さんのところに返さなければいけません。フレンズはこの赤ちゃんライオンをどうやってお母さんライオンのところに返すでしょうか。ゾボにドローンで抱っこしてもらう。車が通ってるわけじゃん、うん、だからエマがキャー、あ、危ないって言って、ディバーが、ディバーとイーサンがこうやって助けて、ね、車の人たち車降りて出てきて、バシャバシャ熱はよーとバシャバシャってやってる間に横を吸うって。それかワンちゃん、ほらライオンちゃんボールでよ取ってこいって思うって。
こういう時こそ僕の力、お宝あるところに肩ありって言ってそこを、その道路を閉鎖する。カーターが。そう。はい、じゃあ続きを見てみましょう。はい。わーい。ねえ、忘れてない？ああ見えてライオンだってこと。サメ丈夫で。まだ甘がりしそう。もう一つ私たちにできることがある。イーさんにここに住んでもらう？ちょ、おま。もう冗談だよ。はあはあ、笑えない。安全に道路を渡れる橋を作ろうよ。ああ、橋か。橋を作ろうよ。頑張れ、オリビア。寝かせてどうする？僕がやる。いや、僕が。どうぞ。短時間よし、ちゃんとした道ができるまではこれで心配ない。さあゾボ、そろそろ帰りますよ。ゾボ、ゲモゾボ、おやきお分かり、ゾボお分かり。ママさんがめっちゃバイバイゾボ、元気でねゾボ。ゴーリーニャーって言うのかな。確かに、めっちゃ可愛い。私気づいたんだ、動物たちのことを守りたいっていう自分の中の強い気持ちに。私の夢は全ての動物が安全に暮らせる動物保護区を作ること。いい夢だね。そんなこと言うのは初めてだ。世界に知り合いたくさんいるのに。マジで。なあイーサン、一つ頼みがあるんだけど。頼み？ハートレイクシティを案内して。おう。ハートレイクシティを案内して。まず知ってない。どっちがいい？イーサンタイプとリバタイプ。イーサンだ。エマ。いや、ミアだな。モテたい。正解はね、橋を作るですと。レゴフレンズのキュービーズで遊ぶよ。新シリーズキュービーズ、オリビアのスイーツショップ、ミアの映画館、アンドラのペットショップ、ステファニーの雑貨屋さん、エマのおもちゃ屋さん。作っちゃう。作っちゃう。サプライズのペットちゃんを。せーの。フクロウ。かわいい。ピンクのアルパカ。かわいい。紫のフクロウ。せーの。カメ、クマ。カメさんとクマちゃんが出ました。クマちゃんのぬいぐるみとガチャが。ガチャかわいい。ねえ。キーナのトリパードルでした。オリビアのスイーツショップを紹介するよ。こっちにはガチャとクマちゃんとチョコレートとお菓子があるよ。こっちにはレジとチョコフォンデュがあるよ。めちゃめちゃ美味しい。ここはミアの映画館だよ。今から紹介するね。やっぱりポップコーンマシーンもあるよね。とこっちにはフクロウちゃんと、こっちにはとっても座り心地のいいチェアとスクリーンがあるよ。よっこらしょ、映画の続き見ようと。エマのおもちゃ屋さんです。こっちには汽車があります。銀が好きそうで、これ 50% オフのミニカー、銀が好きそうで、この奥には、飛行機、銀が好きそうこれアルパカ。おはぎ。ステファニーの雑貨屋さんです。こっちにはリボンとお花があって、これトイプードルです。ここは女子が好きそうなやつです。これはアンドレアのペットショップです。これカメで、これお魚で、これは動物用のクッキーとハムちゃんの餌とお家です。うわすごい、すげえ。アンドレア遅いなー。ねえ、いつ来るんだろう。わあ、いつものようにまた5分遅刻とか。ごめん。大丈夫だよ、今日はいつもよりも早かったし今日はせっかくの日曜日だからショッピングしよう。
いいね。どうする、どこ行きたい、みんな。はいはいはい、私はおもちゃ屋さんでなんか買いたい。お、エマのおもちゃ屋さん来てくれるの、じゃあ行こう。イエーイ。ここがエマのおもちゃ屋さんです。なんか欲しいのある？私アルパカ欲しい。アルパカ、これ。はい、どうぞ。イエーイ。毎度ありがとうございました。ここって2階は何になってるの？あー、そこは私のペットショップ。ペットショップ？うん、なんか欲しいのある？うん、よく見えない。うん、私ちょっとハムスターの餌がなくなってきたからちょっと買います。はーい、かしこまりました。どうぞ。ありがとう。わっ、待って、向こうにチョコフォンデュある。チョコフォンデュ行こう。はいはい、行きましょう行きましょう。わーい、チョコフォンデュだ。もぐもぐもぐ、おいしい。やっぱチョコフォンデュおいしいな。2階に私のお店があるから寄ってかない？いいねいいね、行こう行こう。こっちには香水があるよ。新色のリップも置いてるよ。ここにアクセサリーいっぱいあるよ。みんなとっても似合ってる。そのリボンもいいし、このお花も素敵ね。あ、そういえば3階に私の映画館があるよ。映画館？うん、見る。ここのポップコーンマシンのポップコーンがすっごく美味しくて、ここの袋がめちゃめちゃ可愛くて、そしてここにはめちゃめちゃ気持ちいいチェアがあって、ここはめちゃめちゃ画質のいいスクリーンがあるの。アルパカさんは何見てんの？バッ。今日はレゴフレンズのキュービーズで遊びました。このキュービーズはこうやって2つに分けて友達と遊んだり、くっつけて遊んだりできます。これからも新商品が登場してくるので、みんなも遊んでみてね。バイバイ、また見てね。また見てね。はい、アルパカの鳴き声。バイバイ、また見て。